やあみんなおはよう。愛知の施策を1から10まで学べるまるっと愛知塾、塾長の俊介です。愛知のことをたくさん知ってもらって少しでも暮らしに役立てようをモットーにレッツスタディ。なんだ眠たそうな顔してるな、大丈夫か。すいません。ごらごら、しっかり頼むぞ。はじめまして、私さえ、よろしくね。こら、授業中の私語はやめなさい。今日のテーマは安心、安全、愛知、安心安全愛知。日頃の備えが大切だからな。まるっと愛知塾にお越しいただき誠にありがとうございます。ここではあなたも塾生の一人、愛知の施策をたくさん学んでくださいね。よし、1限目は愛知の地震対策について見てみよう。黒板に注目。愛知県には東海地震、東南海地震、南海地震、この3つの地震が危ぶまれています。この3つの地震がもし同時に起こったら、想像するだけで怖い。そんな愛知県だからこそ、東日本大震災を教訓にして新たな地震対策を打ち立てました。それが第3次愛知地震対策アクションプラン。アクションプラン？具体的にはこの5つ。1、命を守る。2、生活を守る。3、社会機能を守る。4、迅速な復旧・復興を目指す。5、防災力を高める。この5つの対策を柱にして、より災害に強い愛知県を目指そうという試みです。今回は5つの柱の中から、1、命を守るを中心に学んでいきます。例えばこちらのハザードマップ、自然災害による被害を予測し被害範囲を地図にしたものです。普段から被害想定を知ることで、いざという時でも迅速に対応することができます。2限目は課外授業。名古屋大学の減災館に行ってみよう。最先端の減災研究が行われている名古屋大学減災館。防災や減災について学べるパネルや耐震を学ぶための模型などがあるんだ。減災って何？災害による被害を少しでも減らす事前の取り組みのことだよ。へえ。あっちで講座を行っている。行ってみよう。あれ、ね、ほら、これが防災減災カレッジの講座だ。行政、事業者団体、地域団体、ボランティア団体が名古屋大学と連携し、防災についての研修や講座を開催して防災人材の育成をしているんだ。応急手当のポイントを教えてください。はい、まず不幸にして人が倒れてしまった場合、救急車を呼ぶわけですが、救急車は到着までおよそ8分かかります。その間にしてあげれることをすることが大事です。はい、では実際に応急手当の流れをやってみましょう。倒れている人がいたら両肩を叩いて大丈夫ですかと呼びかけながら反応を見ます。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか。全身の動きがあるのか呼吸があるのか、胸の上がり下がりなんかを、まあ、10秒ぐらいかけて観察します。はい、で動きがないわけですので、胸骨圧迫を行います。大体胸の真ん中に、手のひらをですね合わせて、手の付け根を胸の真ん中の胸骨という硬い骨に当てて、上からまっすぐ1分間に100回程度、5センチぐらい沈むように圧迫します。
8分間ってだいぶ大変ですね。そうなんですよ、結構疲れますよね。疲れます。なんで1人じゃ大変だね。大変ですね。2分もやるとなかなか押す力が弱くなってしまいますので、できたら、他の方にですね入ってもらって、代わりながら、続けて救急車を待つことが大事ですね。はい、救命救急バッチリ学べちゃった。私に任せて。うん、良い心がけだ。ただちゃんと活かせるかな。実際の現場となるとちょっと不安。救命救急はいざという時が大切なんだ。だから今日学んだことを忘れないためにも繰り返し学ぶことが大事なんだ。はい、わかりました。さて3件目は防災訓練。早速この映像を見てごらん。え、すごい、ヘリコプターを使った人命救助？そう、8月28日に行われた愛知県岡崎市総合防災訓練の様子。この防災訓練の目的は何といっても県民総ぐるみ防災訓練。愛知県岡崎市各防災関連機関、そして地域の皆さんが協力することで大規模な災害に備えているんだ。タンカーで人を運ぶ訓練したんですけど、それもやっぱやり方もちゃんと教わってもらえて安心しました。今日、学んだことをしっかり活かして、みんなに今日来てなかった人とかにも教えれるといいなと思います。こんなにたくさんの方が集まって皆さん頑張ってくださってれば、多分皆さん助け、その時助け合えるんじゃないかなと心強く思いました。あれは何？本棚や食器棚が地震で倒れたり移動しないように固定する家具固定。ほんの少しの支えが地震の時には大きな違いを生みます。最近のですね、大き、まあ、地震っていうのはですね、非常に被害が大きいんですよね。で、死亡された方以外に、家具の固定でせずに、怪我をされた方がですね、お調べて言えば3割から5割の方がですね、怪我をされてますので、それを一つの大きな課題として取り組んでいます。私のお家大丈夫だったかな。なんか不安になってきた。そうだな、帰ったら早速確認してくれ。今日の授業はここまで。いつ起こるかわからない災害、改めて日頃の備えが重要ってことがわかった。では最後に塾長のありがたいお言葉。備えあれば憂いなし。いざという時のために普段からの訓練が大切だ。では次の授業でお会いしましょう。